おはようございます。ワントントです。本日は平成28年8月11日、西暦で申せば2016年の8月11日です。この日はですね、今年から山の日ということで、祭日に指定されました。まあ、今日はそれを記念しましてね、山登りをしてみようということで、例によりまして、河内飯盛山の麓にやってまいりました。本日ですね、登りますコースは、京勝寺コースといいまして、北条三丁目からですね、京勝寺を経まして、この白ヶ谷の左岸ですね、これを今から登っていきます。ここまでの入り口までの道、非常によく整備された道でして、こんな感じで、簡易舗装された道です。ここにはですね、またおそらくこれは椎茸か何かの栽培をされてるんですかね、ほだぎが置いてあります。はい、本日はもうすでにこのようにですね、ヤマップのアプリの方は、起動済みです。四条縄手の駅から起動しまして、ここまで来ています。で、実は前回ですね、この白ヶ谷の南側の尾根、妙見谷の方から、尾根の方に道が続いてまして、その尾根を登って、飯盛山の方まで、上がっています。今日はそこへですね、接続していこうという試みになります。
というわけで、なんとかですね、前回、歩きました、妙見谷の方から登ってくる尾根道ですね、仮称妙見道の尾根筋に、なんとか合流できました。ここもですね、ご覧いただきましたら分かりますように、堀で跡になっています。今ちょうどこの岩の上ですね、これちょっとね、休憩をしています。ここからですね、前回歩いた道で、飯盛山の方にですね、登っていきたいと思います。それではね、現在地の方ですね、ちょっと確認していきたいと思います。このようにですね、ちょうど前回青のルートにですね、今合流したばっかりのところですね、谷筋を登ってきまして、途中一箇所ね、園庭のところに降りていく道を間違えて、谷の方へ下っていきました。ここテープ巻いてます。で、そこは谷に降りず、谷筋をですね、高巻きする形で上がっていきまして、途中で、右折れで、この尾根筋に合流と、これが、京勝寺ルートだったようです。この後ね、尾根道結構明瞭ですが、一部ね、やっぱり藪がはびこってる部分もあります。今日もね、ご覧のように、防虫ネットをかぶっての山登りになりました。もうこれないと今日も歩けません。もう見ていただいて分かるように顔の周りにね、ブンブンと飛んでますし、ただ今日もですね、このハッカーオイルを瓶詰めしまして、これで歩きながらこうプシプシですね、やることで、吸血性のあるようなアブとか、まあ蚊の類ですね、今もそこに大きな、ブヨがですね、飛んでましたけども、これはどうも近づいてはきません。ただやっぱりメマトイですね、これ症状バエ科のコバエなんですけども、やはり顔の周りブンブン飛び回りまして、こいつらはもう平気で飛んできます。で、何が狙いかと言いますと、この目の、涙なんですね。この涙成分を吸いに来ると、まあ、舐めると言いますかね、まあ、その際に寄生虫なんかを置いていくようですので、できるだけこれは防御した方がいいだろうと思います。ただ血を吸ったりとかいうことはありません。ただ顔の周りをね、こういうふうに飛び回りますので非常にうざいです。でさらに申しますと、この顔の周りを飛び回りますので、どうしてもこう吸い込んだりですね、する危険性もありますので、これはできるだけまあこういう防虫ネットで、まあ、防護するしかないな。メマトイに関しましてはね、あまりこう虫除けというのはあまり効果ないです。ですが、この内側からですね、この防虫ネットの内側からこう目がけてですね、こうプシュッとこう2、3回こうやるんですね。そうしますとね、一石二鳥の効果があります。一つはこの目まとい、一瞬ですけどやっぱりこう消えます、目の周りからね。それとこの発火のこの香りがですね、こうスースーしまして、非常に呼吸が楽になります。特にきつい登りの時ですね、周りに虫が飛んでるような場合、防虫ネットの内側からプシュッとしてすることで、虫は逃げる、呼吸は楽になる、この一石二鳥の効果がね、得られるようです。無事に旧登山道と合流できました。ここからはですね、前々回歩いた、まあ前々回も下りで使ってますが、そのルートをたどって一旦四条立神社の方に降りようかなと思ってます。今登ってきました道ですね、登ってきました道はこちらになります。ここ草むらちょっと歩いていきますと、正面に、山火事防止の看板が上がってます。その下にですね、まっすぐ尾根道を降りていく道が続いてます。まあ挑戦なさる場合は、下りでね、行くよりかは上りで歩かれる方がいいんじゃないかなと思います。本日ですね、8月11日ということで、山の日にちなみまして、山頂の方では、展望台のリニューアルが行われるようでして、そのリニューアルの、まあ、記念式典のようなものが山頂で行われているようです。もうすでにね、なんか山頂の方からそういうそれらしき雰囲気が聞こえてくるんですけれども、まあ少しね経ってから
山頂の方に向かおうかなと思います。はい、今日もね、このヤマップのアプリをフルに使いまして、山登りで楽しんでます。この青のルートが前回7月30日に歩いたルートですね。ですがこのまま右に、このまま真っすぐですね、上がっていきますと、この青のルートをたどって、山頂に行けるということになるんですが、今日はですね、ここでちょっと地図を、切り替えます。まずこの右上の歯車をタッチしまして、みんなの奇跡ですね。でここに今3ルートを登録してあるんですが、この一番下のルートに切り替えをします。で戻しますと、これは7月17日に歩いたルートが出てきました。この日はですね、ご覧のようにですね、ここから下りをで、この道をたどっています。ですから今度はこの青のルートをたどって、下りで行こうということになりますね。それでは、そろそろね、出発の時間となりました。ここからの山歩きはヤマップの活動記録、こちらの方をお楽しみください。合わせまして、本日の山頂での展望台リニューアルの様子もですね、写真等でお伝えしたいなと思います。本日はどうもありがとうございました。